レアル・マドリードに、レイ・ボルシア・メンヒエ・グラッドバッハ CL グループ B 第6節、UEFA チャンピオン、リーグ、CL グループ B 第6節のレアル・マドリード、ボルシア・メンヒエン・グラッドバッハ、ボル、AMG 戦が現地時間9日に行われ、ホームのマドリガに、レイで勝利を収めた。今シーズンの欧州差、ワダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中。グループ B は、最終節まで4チーム全がグループ突破の可能性を残す、大混戦。勝ち、7で3位に位置するマドリーは、自力突破を決め、ためには、最終節に勝たなければならない状、だった。窮地に立たされていた、マドリーだが、異次元から試合を優位に進めることに成功。半9分には、ルーカス・バスケスの右サイドか、のクロスに、頭で合わせたベンゼマのゴール、先制点を奪う。さらに、前半32分にも右サイドのドリゴからのクロスに、ベンゼマが合わせ、サイ、ヘディングで、追加点。エースの2点でマドリー、決勝トーナメント進出に王手をかけて前半、折り返した。後半には、ベンゼマのシュートが、ロスバーを叩いて、ハットトリックを逃すな、追加点は奪えなかった、マドリーだが、そのま、2、0で勝利。自力での決勝トーナメント進出を達した。同じグループのもう1試合はインテル、シャフタールドネツクが0、0のドロー。この、カマドリーが首位、ボルシアメンヒエングラートバッハが2位、通過、シャフ、ルが3位で、ヨーロッパリーグに回り、インテが最下位で敗退に終わる結果となった。得点、9分1、0ベンゼマ、マドリー32分2、レイ・ベンゼマ、マドリ、リョー。